そこら辺難しいですね。逆に反動制御つけてみたいな、ワンショットワンキル気持ちいいですね。2、そのタグ取られたから後ろから追いかけるんです。もうこれはソロでやっちゃう。オーケー、これぞ連射の強さ。はい、着いたー、お疲れ様ー、スターバーサー。はい、殺すんですー、リロード。あっぶねー、いや、これは射程距離アップの効果でしょ。これは射程距離アップの効果でしょ。はい、どうも、ザヌダルクです。というわけで、今回も、Call of Duty B.O.C.W、早速ね、実況プレイやっていくんですけども、今回紹介する銃が、前回も軽く紹介したこちら、新武器のストライカー12なんですけども、この銃、一応ね、リロード速度が遅い以外は、普通に強いね、セミオートショットガンなんですが、やっぱりね、その理不尽切ること、最速 TTK を誇る、そのハウアーさんと勝ち合うと、まあ、目立ってね、こちら打ちまきますので、なかなかね、そのピックするには、そのショットガンの中でも、こう、あと一押しってところなんですけど、まあ、この銃をですね、まあ、レベルマックスまでほぼ持っていきますと、こういう形で 14.4 のタスクフォースっていうね、ペレットの人体に対する威力が向上っていうね、明らかにそのペレットって書いてあるんで、まあ、弾の口径というか弾の種類変えてないでこれが起こり得ないんですが、一応はバレルをつけることによって、こちらダメージが 72% アップで、なんと、230まで上がります。まあ、これがね、どれぐらい強いかって言ったら、ハウアーさんのこのダメージアップ、同じ、項目があるんですけど、こっち 50% アップですね。これをつけると239でほぼ変わってないんですよ。やばくないですか？で、有効射程距離も同じだし、だったら、このポンプ式よりもセミオートでこんだけ火力出るんだったら9しか変わらんから、こっちの方が強くねっていうのが今回の題材なわけですよ。いや、普通に強そうだよね。本当にハウアーはこれつけるだけで、ペレットが一応8個散らばんのかな。うちの5個とかぐらいで、確か格殺持っていけるぐらいになるんですよ。だから腰打ちのね、その格殺距離がめちゃくちゃ伸びるんで、まあそういったところショットガンにおいては必須項目なのかなと。で、プラス今回、まあ一応このゲームってスラッグ弾ってないじゃないですか。ね、MW はね、どのショットガンでもスラッグ弾ってあったんですけど、今作はないんですよ。ただまあ代わりにそのなんちゃってスラッグ弾というかまあチョークって形であって、まあ、これをつけるとペレットのこうまとまり方がもう本当にスラッグ弾みたいな形でグッてこう一個にまとまるんよ。やばくない？もうこれつけるだけでだいぶね、スラッグ弾風になってその遠距離まで格殺が持っていきますので、ちょっとまあこの2つつけて今回ねやっていこうかなと思います。はい。ということでちょっとボット打ちで検証していきましょうか。いやどうだろうね。どれぐらい格殺伸びんだろう。てか格殺できんのかなそもそも。まあ一応ダメージの表記ってさ、なんだっけあれ。ガバガバなんだよね。多少がばってるところあるから、まあ、詐欺ステータスとまでいかなくても、ちょっとね、参考なんないから、いや、どうなんだろうな。まあ、一応ね、その、スラッグ弾かっていうのが、もう本当嘘じゃないっていうのを見てほしいんだけど、いきますよ。まあ、一応ベータ版で軽く紹介したんだけど、製品版ではこれが初ということで、ドン！どうですか皆さん、ほら、もう完全スラッグ弾なわけですよ。ね。まあ、多少ほら、なんか弾痕が1、2が見えてるぐらいかなだけど、もうこれぐらいの距離でも、ほら、こういう形で全然もうクリーンヒットなわけですよ。だから全弾ペレット当たるから、これでどれぐらい格殺が持っていけるかですよね。敵おったな。敵さんどこですか？おった。そこです。声出たわ。いや、嘘、ヘッドでペレット全部当たってそれ？待って、お前、ダメージさ、ハウアーと9しか違わへんよな。詐欺ステータスもほどが。いや、いけるいけるいける。超至近距離。ゼロ距離でヘッドだったらいけるわ。やっぱ5メートルのその威力減衰入っちゃったらちょっとダメだけど、超至近距離のその威力減衰しなかったら大丈夫ってことか。胴体は？いける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 。いけますね。いけますいけます。ワンショットワンキルできる。ゼロ距離いける。これいけるくね？じゃ、これ腰打ちでさ、超ゼロ距離は？いける。これさ、強くねえか？これだったら。ほら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 。結構ゼロ距離で撃つこと多いから、ショットガンに関して。これ腰打ちできるんだったら強くね？ちなみになんですけど、この言ったらチョークと、このダメージアップ外した状態で、ちょっとゼロ距離で撃ってみよっか。できない。ワンショットワンキルできないできないできない。やっぱあれつけるとワンショットワンキルが可能になると、これ結構必要じゃない？やっぱワンショットワンキルできるかできないかで、やっぱショットガンってね、理不尽性変わってきますから。いや、これ強いな。ちなみにヘッドでもダメですね。はい、ちょっともう一回装備戻してきたんですけど、これだいぶいけるね。いや、普通にさ、これ広まったらピック率増えそうじゃない？ハウアーより勝ち上がりそうな気がするんだけど。まあ、これぐらいの距離はちょっと落ちちゃうんだ。ほんとゼロ距離って感じか。けどさ、威力減衰確か5メートルで書いてあったよな。全然5メートル範囲だけど。まあ、そこら辺もちょっとステータス的なところでわからんところはあるんだけど。まあまあ一応これでもワンショットワンキルはできるということで。いや、これはちょっと未来というか広がりますね。はい、ということで、早速このスラッグ弾化になった、最強ショットガンストライカーさん使ってね、やっていこうかなと思います。これからもね、Call of Duty B.O.C.W の動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、ということで、早速、3on3 のキルコンファウンドをやっていきたいと思います。まあ、こちらであればね、多分射程距離3メートルぐらいじゃないかな、これ。5メートルないよね、格殺距離。まあ、3、4メートルぐらいしかない、まあ、3メートル、2、3メートルじゃねぐらいしかないこちらのストライカーさん使ってね、ちょっとワンショットワンキル狙っていこうかなと思います。まあ、それ以外まあ4メートル以降でもまあ普通に2発キルは多分持っていけるから、まあそれでなんとかって感じですよね。こっち行ったな。かも。待って、そっちから来るんかい。ちょっと待ってくれ。あ、ダブルキル！待って、普通に SMG 使っちゃってる。で、こっちから来ることはバレてるから、ここでしっかりと殺すんです。オッケー、ナイスナイスナイス。で、どないなってるんですか？オッケー、ナイスキル！ 4 人キル、気持ちいいです。いやー、気持ちいい。ただ、リロードがすごく遅い。ブイク一発キル！はい、これぞやっぱね、これ理不尽性ですよ。これがやっぱショットガンに求めてるやつですよ。ただ、リロードクソ長いな。いる？大丈夫？後ろから来そうだな、これ。後ろいるね。一発当てといたよ。これはもういやー、2発切るか、そっから。2発じゃない、3発切るか。2発当てたんだけどな。3発目当たんなかったか。やっぱね、ワンショットワンキル。やっぱその、エイムして集約されるからスラッグ弾になっちゃうから、すごい当てにくいよね。普通に縦ブレも横ブレもするから、やっぱね、遠距離になればなるほど普通に当てにくくというか、外しちゃうから、そこら辺難しいですね。逆に反動制御つけてみたいなワンショットワンキル気持ちいいですね。一旦リロード。このところどころしっかりとリロードかましつつ、そのタグ取られたから後ろから追いかけるんです。もうこれはソロでやっちゃう。オーケー、これぞ連射の強さ。いや、ストライカーの強さ出てますね。いや、普通にこうなったら強いで、やっぱワンショットワンキルできるだけで、理不尽性上がりますから、オッケー。これはちょっと激ローだったね、敵さんが。一旦リロード。で、しっかりとリロードかさみつつ、こっちから来るかな。トラッカーでは見えてない。キル。はい、ワンショットワンキル。気持ちいい。いや、だいぶ火力上がるね。これあるとないとだけだいぶ違うわ。いや、これ流行るぞ。ハウアーより早い。いやー、どうだろうな。皆さん的にどう思いますこれ、ハウアーとどっちが流行ると思います？やっぱこの汎用性的に言ったらこっちじゃないですか。ね、やっぱハウアーでもやっぱワンショットワンキル持っていけなかった時、2発目、3発目で、ね、死んじゃいますから、自分が。どうしても。まあそういったところやっぱ連射できる分こっちの方が、てか初めて打ち切ったんだけど、ストライカーを。すげえ。大丈夫それ。ナイスナイスナイス。ストライカー頭がなくなった。すげえ、初めてだな。で、ここのタグをしっかりと取りつつ、あ、ガロあんじゃん。いいね。さあ、ガロさんの方もしっかりとリロード入れつつ、あ、そっか、これセミオートか。そっかそっか。引きっぱなしじゃないんだ、ストライカーと違って。久々にガロ使ったから忘れちゃったよ。いる。ワンショットワンキル。はい、強い。で、ちょっとこっち逃げつつ、こっから立ち回っての。ナイス！いいね。で、一旦リロード。まあ、ほんとリロードが遅いぐらいだよね。悪いところって言ったら。オーケー。いや、これほら強くね？ああいうのってほんとストライカー絶対ダメな距離なんだけど、やっぱエイムしてペレットがまとまってスラッグ段階になってこう全部ね、まとまってるからこそダメージが最大限入るわけですよ。まあもちろん射程距離が落ちちゃってるから、そこら辺ちょっと否めないところはあるんだけど、まあそれでもですよ。まあ逆を言えばあれだよな、別にダメージアップじゃなくて射程距離アップして、このペレット主役すれば、中距離特化とか遠距離特化になるわけだからね。そうそう。あくまでこれ今至近距離特化の射程距離ダウンのダメージアップにしちゃってるからあれだけど、全然ね、他のやりようもありますからね。いや、全然いけるぞ、これ。これは無理か。いや、いけるんです、これ。マジか。さあ、ストライカー一旦リロード。さあ、ガン砲でしっかりと弾入れつつ、いけるかな。これしっかりと殺すじゃん。で、その奥いるんだよな。なんとか持っていく。ほら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 。ハウアーはこっからやっぱ2発かかるんだけど、Y は違うねんと。待って、大丈夫？いるくない？いやー、後ろから来てるんか。つかなかったな。さあ、ガスで敵を切る。オッケー、ナイスナイスナイス。で、そこでキルしてくれた。多分センターから来るのではないか。奥いるね。こいつは殺す。で、いやー、やっぱ赤点出ちゃうとすぐバレるな。いや、ボロ勝ち試合じゃん。やった。こういって。殺す、オッケー。あとやっぱ腰打ち強いよね、単純に。タグ取っちゃうよ、味方。やっぱ超激ローで、あと一発でも当てればーっていう時に、やっぱこれ腰打ちの適当エイムでこうやって殺せるから、やっぱそういうところの汎用性もある。やっぱ初心者でも扱いやすい。大丈夫ですか？いや、いるね。足音ガンガン出てる。殺す。弾がない敵も困惑してるじゃん、この感じ。はい、ということで、9600スコアいきました。いいね。50マッチのキルコンで9000はなかなかいいんじゃないか？キルカンも俺じゃないんかーい。いや、これは強いな。普通にさ、ハウアーより汎用性あったわ。うん。やっぱワンショットワンキルできるとできないだけだいぶ違うし、やっぱそのペレットの集約によって中距離以降もセミオートで、うわ、ここ持っていけるみたいな時あるから、全然これ今トップレベルになるんじゃない？いや、どうだろうな。ハウアーと比べて格殺距離が短いから、結局、やっぱ生きながらえるというかね、使うんだったらハウアー使うってなっちゃうかもしんないけど、全体的に見た時、全然ストライカーあり。はい、ということで、お次、あえて苦手なね、その6on6っていうこう広いマップでちょっとストライカー使っていこうかなと。ただね、ちょっと今回ダメージアップではなく、こちらですね、射程距離アップ 30%。まあ、これつけることによって、ダメージでね、ワンショットワンキルは取れないんですが、まあ、こういう形で、はい、スラッグ弾化の能力プラス射程距離アップで、だいぶね、これ一般マップでも使いやすくなってくれるんじゃないかなと持ってるんですけどね。マツコデラックスカットしていく。まあ、結局やっぱ射程距離アップで中距離まで安定して持っていけるかっていうのが多分ね、重要になってくるんじゃないかなって思ってるんですけど、無理。これは無理。はい、うんこ。バイバーイ。はい、着いたー。お疲れ様スターバーサー。はい、殺すんですー。リロード。気持ちいい。いやー、せめてつけるのマジ楽しいな。あ、クソどうでもいいこと話していいっすか。昔さ、まあ、BO1 私諸女作なんだけど、このゲームっていうか COD の。で、当時やっぱまあ兄貴とかとやってたんよ。まあ兄弟いるんだけど、兄貴とか妹と。で、その時に、まあシアター機能っていうのがね、BO 当時あったんですよ。まあ一応今作にもあるんだけどね。で、その時にセムテックスを股間につけて、まあそこで爆発してラストキルカム取るっていうのがあって、まあそれをさ、もう超嬉しくて、私。もうそれをシアターに残して、もうみんなで大爆笑してたんですよ。さあ、兄弟みんなで、やべ、股間についたみたいな。今ほどさ、なんか、あの頃が一番楽しかったなって。もう多分みんなそうだと思うんだけど、COD。あの頃が一番楽しかったよね。初めてで、何気ないやつで笑えたみたいな。もう今となってなんか、理論値でどうやこうやとかさ、クソのほどどうでもいいじゃん。ナイスキル、はい、セムテックス。見たさっきの、あえてね、握って、落とすみたいな。もう何気ないやつが一番面白いよな。もう今となってはもうなんか、もう毎日繰り返しですよ、ただ。悲しいな。これはダブルキルコース気持ちいい。ま、全然ストライカー使えてへんな。ストライカー使いたいんだけど、いかんせんさ、詰めにくい、やっぱカルテルは。さ、ゴーサップつけて、草むら陰キャだったらいいんだけど、ストライカー使えへんもんな。で、あれぐらいの距離はちょっと SMG、まあ、なんとかなるかな。いや、無理だ。スナイパーいるわ。無理。どうしよう。いや、やっぱ苦手だな。こういう広いマップだったら、SMG ストライカー。AR とかね、スナイパー使う分は全然キルで取れるから楽しいんだけど、求めてるものではない。けどやっぱ、あえてね、苦手分野行くこと大事ですよ。そう、いる。オッケー。もうワンショット取れないの悲しいな。めっちゃおる。あっぶねー。いや、これは射程距離アップの効果でしょ。これは射程距離効果じゃないわ。射程距離アップの効果でしょ。明らかにちょっと離れてたよ。ワンショットワンキルは絶対取れないような距離だったんだけど、いけると。まあ普通に使えんことないな、やっぱり。やべえ。これ眼砲デッサじゃないわ。眼砲の投げ物を握った状態で走ってくるやつやん。あっぶねえ、ナイスキル。多分赤点出たからバレてるはず。これ明らかに5メートル以上離れてるけど、果たしてこれでうち勝てるのかどうか。これで2発キルとか持っていけたら強いんじゃないかって思ったけど。待って、こっちから来る説いるね。いやー、やっぱワンション持っていけないか、それ。これぐらいは余裕のよっちゃん。めっちゃおるな。中入るか。あ、待って、リス変わってる。いや、俺多分これ敵陣でさ、クソ角待ちシャッカンするのが一番いい気がするんだけど、どうだろうな。いけますか。この草むらでスイーと行って、こいつ殺すじゃん。いや、いる。いやー、もうさー、車線切れすぎー、お前ら。はい、ここら辺でナパ戻します。いた、こんにちは、ナイスキル。奥もいるからしっかりとカバーしたかったけど。いるね。こんにちは。ナイス1キル。もう展開が遅すぎて、どの場面も、マジ無言になっちゃってるんよね。マジで。1キルしても何もリアクションしないみたいな。いやー、それ負けんの？いや、明らかにさ、それ2発当たったよね。当たったよね、多分。ダメなの？すれー。やっぱ弱えかもな。ワンショットワンキルじゃないと。2発キルぐらい？ちょいと微妙だな。オッケー。確実に至近距離を2発キル、3発キル持っていく方が、強いよな。これ行ったふりして、こうやって見て、かも。いや、待ってるあいつ、キンモ！あ、ずっと待ってんじゃん、お前。やばー。いや、まあ、待つのは正しいんだけど、俺も待ってたからあれなんだけど、やっぱチーデスだなって感じやな。まあ、バチバチ打ち合いタイミングからすると、ちょっと辛いところはある。大丈夫、味方それ頑張れ。終わっちゃったか。なんかあれだね。全然、中距離とか、わかんなかったね。てか、普通にさ、3発キルぐらいかかってたから、あんま有効射程距離上げてね、そのペレットをかする必要、あんまりない気がする。普通にやっぱダメージアップで、中距離も、2発キル持っていく方が、俺は全然ありかなっていう。はい、ということで、ちょっとなんか、やっぱ後半、やっぱ6対6での広いマップ、てか特にカルテルみたいな広いマップ来たらちょっと絶望だよな。なかなかね、ちょっとテンポ落ちちゃって、やっぱ 3-4-3 と違ってね、全然その COD 感がちょっとなくなっちゃうというか、イモリ合い合戦になっちゃうんで、なかなかね、実況的に辛いところはあったんですけど、まあ一応この性能的に、まあなんか射程距離上げる人は全くなくなっちゃったね、ダメージアップ一択な気がするわ。はい、ということで、今回こちらの、まあダメージアップとこのチョーク、ちょっと紹介させていただきました。いや、ほんと1試合目の 3-4-3 の激狭マップは本当にビビるぐらい強くなってるんで、まあ、ぜひぜひ皆さんこちらストライカーね、ちょっとレベル上げてね、使いこなしていただけたらなと思います。はい、ということで、これからもね、Call of Duty B.O.C.W. の動画上げていきますので、もしよろしければ通知や登録にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。